はい、こんにちは、コムさんです。新年の久々のね、久々のスカイラインスーパーシルエットということになりますね。新年のね、2回目かな、2発目の動画ということでね、去年の、末頃からね、久々のスカイラインということになりますが、今回はね、デカールを貼っていきたいと思います。どっから行きましょうかね。まずですね、やっぱりフロントからサイドに渡ってね、行けたらええのかなと思いますね。フロント、はい、5番ですね。これかな。これから行きましょうか。カッターナイフ、ちょっと待ってくださいね。メガネかけます。メガネというかね、ルーペ鏡なんですけどね。はい、そしたらまずね、塗装ね。塗装こんな感じで仕上がってね、一発目の、クリアコートをしてあります。保護用のね、クリアコートですね。で、デカールの、幾分かデカールの、定着が良くなるんじゃないかなっていう狙いもあっての、一発目のクリアということになりますが。で、マットね、見ていただいている方はね、わかると思うんですけど、新しくなってるね。あんまりね、カッターから使いたくないんですけど、ということで、ハサミで切っていってもいいんだな。ハサミで切っていって。まあいいですよ、カッティングマットだからね、いいんですけど、このカッターで切るよりも、その、なんていうかな、塗料がこぼれて汚れる方がひどいですからね。コムさんの場合ね。よいしょ。まあいいですね。はい。はい。そしたらね、動いてくれましたので、やっていきたいと思います。まずフロントね、やっていきます。糊ね、しっかり振って。はい。もう振ってありますのでね。で、コムさんのこのね、感覚からいくとね、このデカール、ちょっとなんか気持ちちっちゃいんじゃないかなっていうふうに思ってるんですけどね。はい。気持ちですよ。コムさんの感覚ですよ、あくまでもね。まあ、貼ってみたらちょうどええくなるんかもわかんないんですけども、一回貼ってみましょう。真ん中ぐらいでね、なのかな。はい、あ、いい感じなのかな。はい、スライドマークね、本年初めてのスライドマークという、あ、まあいいのかな。もしくはコムさんがここをね、削るのがちょっとちっちゃかったのかもしれないですけどね。もうちょっと左行ってほしいんで、水をね、ちょっと含ませます。はい、結構しっかりね、くっついてくれてるんで、水含ませました。無理やりグッと動かすとね、どうしてもね、デカール傷んだりね、ちぎれたりしちゃうんで。よいしょ、動きましたね。こんなもんかな。ちょっと行き過ぎたような気もするな。行き過ぎたかな。こんなもんでしょうか。はい、こんなもんですね。はい、そしたらね、ちょっとこれ水切ってでですね、先ほどの水含ました綿棒をちょっと水切ってですね、水分と取りながらこうね、定着させていきます。で、ちょっとね、ここ削ったんで、この動画ずっと見てもらってる方は分かっていただけると思うんですけど、ここをちょっと削ったんで、そのね、へこみがで生まれるんですね。ちょっとだけね、その部分を定着させるためにここだけね、ソフター塗ります。黒に白のデカールってやっぱり綺麗ですよね。よし、こんなもんかな。ちょっと今日なんか暗いな。はい、電気一つつけるの忘れてましたね。ライト、これでだいぶ明るくなったね。
かなり違うな、あの明かりがね、光の明かりのなんていうかな、明るさがね。これ動画見ててもこの明るさの違いあれかな、感じれんのかな、コムさんだけかな。あ、コムさんだけかなっていうか、これやってる本人だけかな、これ光の違い見えんのは。画像上でも見えんのかな、やっぱり。はい、水分のりね、全部こう押し出してしっかりと定着させます。で、しっかりとね、くっつけて、こんな感じ。はい、そしたら次ね、ちょっとこれ怖いな。よいしょ、次ですね、次行きましょう。4バルブディオ HCRS ターボということでね、ここですね、バンパー、バンパーのこんなとこ、細いとここんな貼れんのかな。なんかこのデカール大きさが、コムさんのなんか感覚が狂っちゃうのかな。なんかいけそうな気しひんねんけど、ああ、いけるんだ。はい、貼りました。ああ、雰囲気出たね。一気に雰囲気出ましたね、これ貼ったらね。赤黒にね、これもっと左だね。これもまた水ちょっとね、すくくませて、どんなもんだろうか。こんなもんかな、こんなもんだと思いますね。あ、映ってたかな、こんなもんね、こんな感じかな。でね、歪まないようにね、上下しっかりと見ながら。ほとんどこれフロントから見た時、これ命ですからね、このデカールっていうのかな。映ってるね、このなんていうのかな、赤黒のね、黒赤のボディにね、このゴールドのこのデカールがバーンってね、これ歪んでたらあれやね、最悪やね。こんなもんかな。はい、ソフター塗る前にね、できるだけあれしたいんでね、ソフター塗るのはこの透明の部分をね、定着させるためなんですけど、端っこピーンって立つんでね。ただもうソフター塗っちゃうとね、デカール自体柔らかくなっちゃうんで、あんまり上下に動かしたりとかって無理やりやるとね、歪んじゃうんで。別にね、これ密着させてからしばらく経ってね、乾いてからでもソフターはやって効くんで、後でもいいんですけどね。はい、どうでしょうか、雰囲気出たね、かなり雰囲気出たね、これは。はい、そしたら次行きましょうかね。次ね、11番ですね。これもういけてると思うんで。で、次のね、11番とか、トミカ、ね、入れとこうか。あ、いいのかな、これ。これ入れとこうか。もう、行くんでね、どっちの道行くんで。はい、次ですね。フロントのカーナンバーですね。フロントのカーナンバーは、うん、これが位置的にね、微妙な、ところ、まあ、この辺りなんですけど、実写との兼ね合いがね、かなり微妙で、ここは間違いたくないというか、失敗したくないというか。トントン、うわー、雰囲気出たね。はい、インストではね、もうこの辺なんですよね。ちょっともうちょっとこっちかな。で、もうちょっとこうかな。こんな感じなんですけどね。まずこのね、上の部分を定着させますね。で、
この下ですけど、下ここね、折り曲げたいんで、ここにソフターを塗ってですね、しばらくね、置いて、ぐいーっとね、これまあまあ、ソフター塗らなくても、こうギューッと押さえれば定着してくれるのと、あとね、あの指で、あの水つけてね、あの指の温度でぐーっと曲げるっていう手もあるんですけど、ここのね、折れ目のとこに空間あったらね、割れたりとか、いろんな障害出ますので、ここはね、しっかりと、貼っときます。これ、実はね、これ、コムさん気になってるんですけど、この真ん中ね、ちゅうか、一番ね、こう切って、あの、別個で貼った方がいいかもわからないですよ。っていうのは、この真ん中にね、透明の部分があって、ここにね、水が残ったらまずいんですよ。まあ、一発でね、貼れるんですけど、これの方は。貼れるのはいいんですけど、ここに空気やら水が溜まっちゃうとね、出るんで、こっから、真ん中からこうしっかりね、出すように、貼ります。よいしょ。あんまりグイグイやっちゃうとね、ここ割れたらあかんので、こんな感じで置いといてですね、これでまあソフターでね、綺麗にこう折れ曲がってくれてると思うんで、よいしょ、もう一回ちょっとソフター、このデカールなんか薄い気するんやけどね、結構なんか硬いね、仮にシルバリングが起きちゃった場合はもうね、あの真ん中切っちゃえばいいんで、まあ大丈夫だとは思うんですけどね、できるだけそういうことのないようにね、しっかりと押さえていきます。はい、いつもよりね、時間かけてじっくりじっくりやってますね。はい、はい、こんな感じね、いいね、雰囲気出たね。はい、まだこのね、ここがね、まだ定着してないんで、ちょっと指に水つけてね、ここ。ね、この時いつも見ておられる方は、見ていただいている方はね、コムさんが何をやっているかっていうね、心の中で何をやっているかっていうのは分かっていただけると思うんですけどね、10数えてるんですね、1,2,3,4,5,6,7,8,9,10、1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 って何もね。数えてるのは意味は別に何もないんですけど、あの数えることによってね、なんかこうくっつきそうな気がするというか、はい、次ですが、またルーフのね、11番、今度はね、ルーフの11番いきたいと思います。インストではね、結構前に書いてるんですけど、実写は若干真ん中寄りですね。こんなもんじゃないかなと思うんですけどね。ここが、まあセンターぐらいですね。で、ドアのこのラインやからね。で、こっち向きと。
はい、こんな感じですね。よし、まだねここに あるんですけど、これまず置いておいてね、フロントね、バンパーもう一回ね戻ります。よいしょよいしょ。結構ね長い間つけてます。というのはちょっと水冷たいので、よいしょ、スライドも開くね。おお、雰囲気出るね。かなり雰囲気出ております。若干上寄りですね。まあこのぐらいにしときましょうか。これもね、ここで段差つきますので、ここからこうね、でこっちへこう押さえて、でここギュッと押さえて取っていくと。こんなもんでしょうか。ちょっとソフターね、ここ塗っときます。はい、こんな感じね。そしてもう一回ここを押さえていこうか。よし、こんな感じかな。おー、雰囲気出ましたね、かなりね。はい、そしたらね、サイド行きましょうか。まだ細かなデカールはあるんですけどね、サイド行きます。これがインストではこの下面になってるんですけど、実はこの折れ点のところにちょっとかかるみたいなんで、
こういう感じですね。はい、これもっと前なんですね。このぐらいかな。ああ、下行っちゃったな。もうちょっと上。なんかな。これやっぱりね、ちょっとつけといて一緒に行った方がいいね。バランスがあるんでね、こういうのってこれ両方ね。まだしばらくの間やったらね、動かせるんで、まあ、よくなりましたね、これね。はい、今ね、不自然な感じしますけど、ここにあのパーツきますので、こんな感じなんですね。はい、そしたらこっち、なもんかな。よし。歪んでないようにね。いいんじゃないでしょうか。はい、そしたら次ね、切っていきます。これ T13、 これか。これと、はい、ちょっとね、水に、指に水つけてね、そして、もう一回ね、綿棒で。こっちも。
で、こっち側も。おお、いい感じだね。インストではね、これもうちょっとちっちゃいんですけどね。まあだいたい実写のやつはこんな感じで同じぐらいのところで貼ってるんで、なもんかな。もうちょっと前でもいいかな。よし、こんな感じですね。かっこいい、かっこよくなりました。
どうでしょうか。かっこいいですね。これね、やっぱりインストのやつちょっとちっちゃく書いてるんですよね。だからインストの位置がね、間に合わないというかね、役に立たないですね。はい、もう実写重視でもう見ておりますが、はい、そしたら次ね、ここね、ターボいきます。わあ、かっこいい。この黒地にね、ゴールドでバーンってくるので、なかなかね、たまりませんね。これがどうなってんのかな。あ、上やな、上ですね。これで OK ですね。画面外れてましたね。はい、インストではね、こっからになってるんですよ。こっからはちょっと不可能でもないけどね、ちょっとそうやったら上まで届かないんで、実写とね見合わせて、こんなもこれで合うてんじゃないかなと思います。昔のって言ったらね、言い方失礼ですけど、この頃の車ってね、この黒地にね、このゴールドっていうのはなかなかね、渋いというか、コムさん大好きですね。なめな。おお、雰囲気出ました。これで十分雰囲気出てますよね。はい、そしたら次ね。だんだん持つとこがね、なくなってくるんですけど、ここか、ここね、こんなもんでしょうかね。で、この反対側ね。
ってないね。はい、大変ね、申し訳ない話なんですけどね、小本さんあんまり今日は喋りませんけども、またね、ちょっと喉の調子が悪くてね、なかなかね、喋れないんですよ。はい、ちょっとガラガラ声になってるんで、で、ちょっときついんですよね、喋るとね。でも動画はやりたいというか、プラモデルは作りたいというかね、動画やりたいというかね、で、これ今日はね、2022年の、1月の 4日なんですけどね、今日は動画やってきますけど、昨日がね、ちょっとできなかったんですよ。これはもうね、なんていうのかな、声がほとんど出ない状態までいっちゃったんで、別に風邪ひいてるとかそんなんじゃないんですけどね、別に何かこう原因があるみたいで、今そちらの方のね治療をしてるんですけど、なかなか良くならなくて、声が出にくくなるっていうね、大変、ね、動画の中でね喋らずにやってるんで申し訳ないんですけども、ね、デカール貼ってたらね、見てたら楽しいですよね。画面さえ外れへんかったら。ちょっと前行き過ぎちゃったな、これ。仕込むかな。仕込むでしょ。まずちっちゃい方、これはここですね。ドア。下上になってるんだ。これがなかなかあれやな、難しいところ。ああ、そうか。照影が下ですね。だいたい位置的にはこんなもんなんですけど、下側にいて、で、ダンロップが上側にいてると。こんなもんかな。インストやとね、平行横並びになってるんですけど、実写がどうもこういう感じですね。で、ダウンロップはもうちょっと後ろなんやな。もう何やったらマフラーギリギリぐらい。はい、そしたらスカイラインですね。貼っていきます。ここですね。反対側も貼っちゃいます。よし、そして、ここね、こんなもんかな。
後ろの一番後ろのところの一番上のラインやからここですね。ちょっと前動いちゃいました。でこれもね、あの前から見た時に、水平になってるように見た方がかっこいいと思うんで、こんなもんでしょうか。模型的にですよね。模型的に、実写から言うとね、若干歪んでたりするんでね、どっちか言うと。前から見てですね、ちょっと低い前がこんなもんかな。ああ映ってなかったね。今こうやってちょんちょんちょんってやってたんですけどね。はい、こんなもんですね。これでクリクリっと押さえときます。で後でもう一回ね押さえますけど、はい、次なもんかな。はい、こんな感じね。はい、そしたら、このマークですね、日産 PDC。 パドッククラブだっけな、ここですね。これは黒字のとこなんでね、赤いデカールになってますが、よいしょ、できるだけ後ろで、はい、できるだけ後ろで上ね。はい、こんな感じですね。そしてこっちもできるだけ後ろやけど、ちょっと後ろすぎる。なんかな、これで、まあ、できるだけ上。こんなもんかな。まっすぐに、あ、だいぶ歪んでんな。これを、うん、だいぶ上ですね、これ。あ、こんなもんだね。こんなもんですね。はい、こっちが、うん、こっちはいけてんね。はい。
けでしょう。はい、そしたらね、もう一枚、あとまだねウイングとかあるんですけど、まあそのあたりはコムさんまたやっとくとして、これラスト1枚として今日はね、終わっときたいと思います。あとここですね、テールので、あと細かい話するとね、ダンロップがね1枚足らないようですね。あのもしかしたらね、あのシリーズというか、あの車両によったらないのかもしれないんですけど、もともとがね、あのコムさん見てる資料の実写から見るとダンロップここにあるんですよ。だからできるだけ貼りたいんですけどね、もしか、コムさんの手持ちでダンロップいいのがあれば貼ろうかなと思います。こんなもんかな。はい、ということで大変ね長時間ご視聴ありがとうございました。今回まあこの辺でね終わっとこうと思いますが、またね、次回頑張っていきますのでよろしくお願いします。で、コムさんのねいつものお願いとしてチャンネル登録どしどしよろしくお願いします。コムさん動画に出会ったら、迷わずポチッとチャンネル登録ということでよろしくお願いします。で、まああとこれね貼れなかったんですけどね、ウイング、またね今度貼っときたいと思います。はい、で、まあねこんな感じでやってきましたけどね、どうでしょうか。かなりねいい感じになりましたよね、雰囲気出ました。やっぱ貼るとデカール貼ると完璧いうかね、なんかいい雰囲気になりますよね。こんな感じでね、このゴールドのやつはもう何とも言えないかっこいいですね。はい、はい、ということで、今日はこれで終わります。スカイライン、スーパーシルエットでした。お送りしたのはコムさんでした。それではねまたね次回お会いしましょう。お送りしたのはコムさんでした。それではまた、さよなら。